はい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 、何やってんのねえ、何やってんの本当に、ルイさんの意思なんですよ、何やってんの本当に、ルイさんの意思で、ほらおーすげえな、何やってんのよ、またまたフェリーのところに来てじゃあみんなで例のあれ行くよ、タイトルコール、はい、行くよ、はいはい、はい、東京テレビ第2回そこ2回を揃える感じだよ、うん、じゃあそれでいこう、第2回に2回、第2回ね、第2回2でいくよ、はい、東京テレビフェリさんやっぱすげえ、違うのよ違うの、じゃあもうめんどくさいから先に紹介するね、うん、海賊東京です、こんばんは、こんにちは、こんにちは、海賊東京です、パチ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 、さて、やりやがれ、さて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 、今日来てもらったことにあまり意味はないですよ。ペリがちょっと、てっちゃんてっちゃん違うの、てっちゃん違うの、てっちゃん、ペリがちょっと言いたいことがあったんだ。何？ちゃんと言って。何？何？ヘリの人気がすごい最近の話、何ヘリさん人気はすごい、ヘリの人気がすごいのよ、フォロワー何人いるの今、500人ぐらい何にもだってこれだってヘリさん出てんのさ、うん、東京テレビ第1回と第1回よ、あと敏感ペットボトルの PV よ、あとこの間のそうよ、変な動画ね、衝撃のあれは何だったの、あの動画、そう、衝撃のジャック、いやね、あれはあれについて言うなればだからちょっと浮かれてると思ったの、快速が、俺たちが、うん、浮かれてる、はい、しアルバム出しましたと、ライブもやってますと、もういいじゃん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 言ってる気がしたの、これじゃダメだと、もっと本当に虎穴に虎穴に自らを置く、うん、その気持ちが大事だと思って、なくなってるなと思ったわけ、フェリーは虎穴って ね思ったわけ、うん、でもまあ最終的にいいけど、何そこちゃんと言うよ、フェリーの人気がすごい東京テレビ始めた時のフェリのフォロワー数知ってる？知らない、ゼロ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 だ、ゼロゼロ、そう、アカウントさえなかった、そうなかった、アカウントさえなかった、うん、うん、今いくつだと思う、いくつ、500爆発フォロワー爆発、うん、どうやって打ってんの、えパソコンとか、フリックよ、フリックよ、フリックフリックよ、フリックだ、そうやってやってんだ、だからさ、マックのスクロールとかすると日本指じゃん、どうしたの ,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 
指でしょ、うん、見てご覧なさいよここと、ここよここだね、こう、スイー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 って言って、ごめんで、フリックよフェイさんのおかげで、でも俺らの、ね、うん、宇宙にそうよ、そうよ、ありがとうございます。よかった、よかった、よかった、よかったよ、誰も死なないでよかった宇宙フェスね、宇宙フェス、宇宙フェス、みんな見てくれた、フェイさんが乱入してさ、そう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 、焼け野原さんとね、焼け野原さんとのフェリと焼け野原、俺らもさ、そのフェリ野原よ、宇宙フェスなんてフェリ野原ね、フェリ野原、宇宙フェスなんて信じられなかったからさ、フェリ野原でなんか CD とか出したいね、出したら行ったで、焼けさーフェリ野原どうですかまあ一回じゃあ宇宙フェスの話はまあ見れば、楽しかったね、何してるんですか、それ何、それ何、おおそうなっちゃった、なっちゃった、おおフェリ殿様
出た出た何それ何気持ち悪気持ち悪いメリドノ様何なんだそれどうなっちゃったのてっちゃん告知タイムだよメリドノ様メリドノ様告知タイムだってもともとちょんまげみたいになってるちょんまげ言うじゃねえよ本音オリゾンのくたびれカミソリそうだよお前なんか言うことあるんだろそんなそうだ言うことあるんだわー腕を骨折してしまってどうなっちゃったじゃあ飛んじゃったライブをねお休みしちゃってレントゲン見せた方がいいよあもう見せるあちょっとザキヤマザキヤマちゃん持ってきてこれだってさいいのかな見せちゃってダメだっすよいやダメじゃないけどさみんなちょっと刺激が強い衝撃よ衝撃グロ注意だからちょっと遠めだったんじゃないグラー注意パッとこんな感じに折れちゃって腕がねでもイッチーはいイッチーね、はい、ちょっと浮かれてる一ノ瀬さん頑張って一ノ瀬早く復活するの願ってまーすイッチーのライブ早く見たーいでもやっぱりケッチャンの方がいいなんで俺のとこにそんなやつ来ちゃうんだよてっちゃんのファンお化けだったねてっちゃん最高じゃあマジ神ちょっともうちゃんと謝りなさいよいや本当にライブを見てさちょっとこの度はライブを多分7本ぐらいキャンセルしちゃったんですそうよ7本よいろんな声もあったでしょいろんな声もあったでしょ本当にどうもすみませんでしたいろんなツイートとかもあったでしょそうよ、うん、あのギタリストとしてですね腕の方で折るっていう、うん本当にすみませんでした。じゃあ謝った方がいい。海賊全員で謝った方がいいよ。すみませんでした。でもね、俺たちも悪いのかな。そうだよ。そうだよ。連帯責任。連帯責任。俺たちも悪いのかな。ね。ゆうたが悪い。あ、うまい。やめろ。ゆうたが悪い。やばいやばいやばい。ゆうたが悪い。まあ、ちょっと腕をというわけで、ライブ復活させていただきますんでよろしくお願いしますこれからも必死になって頑張んないとねはいだってあれだよな何フェスだっけエッチなフェスああエロフェスエロフェスよエロフェスエロフェスねエロフェスよいや本当にすいませんでした辻君フェリもね聞いた話なんだけどもう海賊のよ海賊の時に海賊出てこないぞなんつった出てこないぞ、家族の音源だけ流れてるぞツイッターやってない人に全然何も分かんないまあ、そうだよもうツイッターさ、知らないさ、女の子がさあれねえフェリミフェリミどうしたのどうしたのどうしたのあれあそこじゃないあそこだ家族俳句、初めて見るねうん、行こうここが海賊次かな海賊次だよフェリミフェリコあんた海賊 T 着てきちゃっていいのお海賊 T 着てるじゃんなんて最前列で言われちゃったらどうすんのちょっとやめてよちょっとやめてよあちょっと待って海賊の音楽流れてるこれって始まるんじゃないあ本当だ早く始まんないかなねこれから暗い中からこうやって来るんだよあのイッチーとかさてっちゃんとかさうわー高まる5分後まだかなバカこれが海賊だっつーのもっと待ってなうん信じて待ってる10分後テリミ行こううんテリコ行こう悲しいわトボ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 フェリミ、早く来なよ。うちら田舎者だから終電なくなっちゃうぞ。エリコ、私、もう、何泣いてんだぞ。私、
もう快速のこと黙って。それ以上言ったらフェリミ許さないからね。だっけ。だっけ。チケットが取れたのは私ら二人だけなんだよ。村にいたみんなは取れなくて待ってるんだよ。嘘でもいい、海賊よかったよ。行って帰るのが私たちの役目でしょ。分かりゃいいんだっつーの。行くよ。海賊、いつかきっとまた会えるよね。うん、待ってこんなことが。こんなことが。ありがとう、ありがとう、ありがとう。こんなことがあったかもしんないでしょうよ。いや、ほんとにすいませんでした。いや、もうカットだろ、お前。申し訳ない。そういうことも言ったと思うよ。でもそのためにも頑張るんでしょ。はい、頑張る。なんかあんの？一番近いライブはどこなのに。一番受験以外のとこがいい。これから頑張っていくんでしょ。それ初めて。それ一番受験以外のとこがいい。一番受験以外それ何モードなんすか。震えて全く一番近い。これ見たらみんなが震えてなってる。一番近いライブはどこだ。12月5日に近いのがそれなのかな。ちょっとこれだってこのテレビじゃん。まあそのね、そう、すごいこと言いそう、みんな。あー、どうしよう、どうしよう、どうしよう。ブラフマン。違う違う違う。12月の5日に、はい、吉祥寺ワープ、はい、吉祥寺ワープ、こいつらの聖地だ。そのキャンセルしてしまったね、キャンセルしてしまった、そう、いっぱいライブ飛ばしちゃったんで。そうよ、お詫び公演、お詫び公演。快速東京企画、詫びるの。ワンマンフリーライブ、あいつらに。ごめんなさい、わあ、ごめんなさいっていうタイトルです。はい、イベントタイトル、ごめんなさい、ごめんなさい。ワンマンで快速東京だけです。ワンマン、ワンマンで、なんか呼べばいいのに。ワンマン、ワンマン、呼べばいいのに。そこでね、もしかしたら、わかんないけど、なんかフェリさんグッズがあるでしょ。ついに、ついにフェリグッズが、フェリグッズ。何がいい、フェリさん、何になりたい、グッズ。フェリはフェリでいいよ。聞いてねえよ。まだ12月5日、快速東京企画ワンマンフリーライブ、ごめんなさい、アット吉祥寺ワープ、ワンマンです。快速東京しか出ません。ブラックマンね、ブラックマンは出ません。すごい、呼べばいいのに。ブラックマンは出ません。ああ、いや、ワンマンだ、ワンマンだ。フェリさん来れる。フェリはねえ、もったいぶってんだ。フェリは12月5日でしょ。だってフェリさんグッズ、あ、フェリさんグッズなんか考えてなんの？てっちゃん、こら、はけー。おー。フェリさんグッズなんか作りたいのある？初めてだ。初めてだ。初めてだ。初めての感じだ。フェリさんグッズもね、やっと鉄丸が重い腰を上げて作ってくれるそうなので、うん、フェリファンの間では鉄丸は嫌われてるからね。これからもね、4人で快速東京として頑張っていく所存でございます。フェリもね、少なからず応援していきたいなと思ってます。はいはい、それでは12月5日、快速東京初ワンマン、そう、そっか、うん、そうなんだよ。快速東京初ワンマン、タイトル、ごめんなさい、せーの、震えて待って、待って待って。さ、ということで、もう一回やる？もう一回やろっか、うん、じゃあ、決め言葉、いこうね、うん、いくよ。12月5日吉祥寺ワープにてフェリと握手。合わない、待ってて、
確かさっき来れるか分かんないですよ、ね。